安田一四月十四日から1991年3月26日は、安田財閥三代目当主、安田善次郎の長男。1932年、東京帝国大学文学部卒業。二代目、安田善次郎の旧姓の後を受けて、1936年、29歳で安田保全社総長に就任。後見役にはおじ、安田善五郎がついた。 以後安田銀行会長、安田生命会長など、安田グループの要職を歴任。1945年財閥解体に伴い、翌年公職追放となるが、日本貯蓄銀行会長を経て、1953年、安田生命会長、安田火災会場相談役に復帰。経団連顧問、日本デンマーク協会会長等を務めた。父は、安田善二郎。 安田一の妻百合子は、元横浜賞金銀行頭取、大久保都市県の長女。大久保都市県の妻脇子は、高橋小歴世の娘。ロッキード事件で一躍流しれた元丸紅常務、大久保都市春は議定になる。また、安田一の長男である広志の妻京子は、慶応義塾大学名誉教授、池田清の長女で、三井の大番頭、池田修明の孫娘。 そして、安田一の末娘美和子は、スイスの銀行家、ピーター・フグラーにとついでいる。チェリストの安田健一郎は老いに当たる。ありがとうございます。